AD8139 は高精度の作動出力アンプです DC、AC 性能をともに高く16ビットや18ビットという高精度 AD コンバーターのドライブアンプとして最適ですここで AD8139 について解説します16ビット精度の AD コンバーターは90デシベル以上の SN 比を持っています AD8139 は 一メガヘルツで九十五デシベル以上の歪み率と。二ナノボルトパールートヘルツという低ノイズでこの要求に応えます。またレールトゥーレール出力により広いダイナミックレンジを確保し。高 S. N. 比を実現します。このアンプはシングルエンド入力を作動信号に変換する機能を持っていて。最新の作動入力コンバーターに適しています。信号帯域は五百メガヘルツ以上と高速です。 バイポーラ信号をイニポーラの信号に変換する機能を持ち大変便利ですまた付加機能として出力作動信号の同相電圧を設定するピンが付いていますこの機能については次ページで解説しますここでは a d 八一三九と高精度作動入力の AD コンバーターを組み合わせて使う例を示しています高精度 AD コンバーターが 電源の場合、入力がが動になっていることが多くあります例えば信号がプラスマイナス1ボルトのシングルで高精度 ADC の入力レンチが1.5ボルトプラスマイナス1ボルトという作動の場合プラス1.5ボルトのレベルシフトと2ボルトピークトゥーピークの振幅を2倍の4ボルトピークトゥーピークにする必要があります。AD8139 はこの処理を全て行ってくれます。 プラス1.5ボルトのレベルシフトは AD8139 の出力同相電圧調整ピンに1.5ボルトを加えることで出力の動作点が1.5ボルトに設定されます。しかもこれらの信号処理を高精度でできるのです。AD8139 は ADC のドライバーだけでなくシングル作動変換作動信号の送信アンプ等の応用に使うことができます。